卵を食べるだけで痩せる方法をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、腸活の観点から卵ダイエットの方法が分かり、あなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただけますととても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、この腸活ダイエットの簡単に取り組める方法の動画4本プレゼントしております。ぜひご活用くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず一つ目の項目です。なぜ卵を食べると痩せることができるのかというその理由なんですけれども、まずは栄養価が非常に高い食品だからなんですよね。これはダイエットの基本です。あなたがもしダイエットに頑張りすぎて栄養不足になっているとしたら、もうそれは逆効果なんですよね。いくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、そもそも栄養が足りていなければ痩せることができないですよね。それは結局その栄養不足になってしまうと、本来機能するホルモンがきちんと働かずに、あなたは味覚もおかしくなってしまう、体重性でのホルモンもバランスを崩すということで、こうどんどんですね悪い負のスパイラルへと入ってしてしまうからなんですよね。以前も私のね、過去の経験からも言えることなんですけれども、やはり偏った食事というのはね、良くないですよね。その時に大活躍するのはこの卵が持つ栄養価なんですね。後ほど詳しくお伝えしていきますね。でまた次に痩せる効果なんですけれども、これは無添加だからなんです。他のダイエット食と比べて、卵自体はもう何のね手を加えることもなく、もう卵そのもので栄養が取れて、いろんな薬品であったり、まあ、香料とか添加物を入れる必要がない食べ物になるんですね。そのことであなたの腸に負担をかけずに済みます。その結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気にいつまでもあなたの腸にいてくれると、どうなるかと言いますと、あなたは自然と痩せる食べ物を欲しくなるですよね。味覚が変わっていくわけです。なぜかと言いますと、痩せ菌が好む餌というのがあるんですよね。それがやはり全てその健康によくて痩せる食材になるわけです。でこの逆ですね、もしここで添加物たっぷりのものを食べてしまわれますと、逆のデブ菌と呼ばれるその悪玉菌がですね、もういよいよ勢力を増してしまって、もう腸の中がもう悪者でいっぱいみたいな感じになってしまうんですよね。そうするとあなたがですね、終わるのではなくって、もうどうしてもその悪玉菌が好む食べ物ってあるんですよ。大好物の代表的なものが白砂糖です。あと脂っこいものとかですね、もうとにかく太るもの、そういったのがやはり欲しくなってしまうんですよね。ですからもしあなたが今もうとにかく甘いものがやめられない、止まらないとか、もうなんでこんなにねダメって分かってるのに食べちゃうのかなって悩んでらっしゃるとしたら、以前の私もそうだったんですけども、あなたの腸内環境がね悪いだけなんですよ。あなたが悪いのではないです。ですからあなたがすぐできることは何かと言いますと、腸内環境を整えることがもうとっても大切になってくるんですね。そして最後にこの卵はですね、低糖質なんですね。もうほとんど糖質がね入っていない食べ物になるんですね。やはり太る要因ってたくさんありますけれども、お食事に、まあ、カテゴリーを合わせて考えた時にですね、太るのはやっぱりね糖質なんですよね。例えば白米とかパンとかケーキとか、まあ、そういった小麦製品とか、血糖値をこう急上昇させてしまう食べ物にはやっぱり糖質がたっぷり含まれているんですよね。そこでその急上昇した時にあなたの体内でもたっぷりとですね、もうしてほしくもないのにですね、もう余計なことにその脂肪を一気に溜め込んでしまうんですよね。なのでそもそもその糖質自体が低い食べ物を摂るというのもとても大切ですし、同じ糖質であっても低 GI 食品といって、同じ糖質なんだけれどもその血糖値を急上昇上げずに、緩やかに穏やかなですね、まあ、正確なわけですよ、
キーとかね怒るんじゃなくって、うんうんってこう穏やかなね食べ物ってあるんですよね。低GI値食品って世の中いっぱいあるんですけれども、まあ、糖質で例えましたら玄米とか雑穀とかですね。でこの卵もそうですよね、糖質が少ないわけですから急に上がることがないわけです。ですから今お伝えしました通り卵ダイエットですね。なぜ卵を食べるだけで痩せることができるのかというポイントをまとめますと、一つはもう高栄養食品だから、結果栄養バランスが整ってあなたはその痩せ体質になることができますよということ。そしてそもそも卵自体を食べることで無添加ですよね。何にもトッピングや化学調味料であったり余計なことをしなくて済みますよね。なのでそういった点でも腸に負担をかけずに痩せ体質をキープすることができますよということでしたね。そして何よりも太るもとです。糖質自体がもうとても低い食べ物ですから安心してダイエット中でも美味しく食べることができるんですよっていうお話になります。それでは2つ目の項目に移りましょうね。こちら一体卵といってもどんな卵を食べれば一番ダイエット効果があるのかというその卵の種類についてお伝えします。先ほど項目1つ目でもお伝えしました通り、あの条件をクリアしているのはやはりいろんな卵料理ありますけれども、ゆで卵がおすすめなんですね。ゆで卵を食べますと、まあ、もちろんその完全栄養食品であること、そして無添加であること、そしてなんといってもゆで卵がですね一番ギュッとですねあのタンパク質を凝縮したもう塊ですから非常に腹持ちが良いんですよね。同じ卵の量を食べたとしても、例えばその、まあ、生卵であったりスクランブルエッグであったり、まあ、スクランブルにしてしまうとやっぱりどうしても調味料って入れますよね。ところがいかがですか、ゆで卵ってもうそのまんまでもとっても美味しいですよね。まあ、多少ちょっとねお塩かけたりしてもいいと思うんですね。やはりお塩といってもあの悪いお塩はダメですよ。良質なミネラルやビタミンがもうたっぷり残っているお塩をちょっと一つまみ振りかけてもう食べるだけでもなんかもう美味しいですよね。もう私も卵大好きです。なのでこちらは腹持ちが良いという点でもゆで卵がおすすめなんですね。そしてなんといってもそういったあの調理に使う時にこう油ってやっぱり引きますよね。卵焼きもそうですし、そういった時ってやっぱり油をゆで卵だといかがですか、使わないですよね。そういった油のカロリーも控えることができる。そしてなんといっても簡単ですよね。私簡単なの大好きなんですけれども、例えばいろんな卵料理で持ち歩くのも大変ですが、いかがですか、ゆで卵ってもうそのまんま持ち運びできますよね。しかも作り置きも可能です。一度に1日食べる分だけ卵を作ってそんなにないと思うんですね。どうせゆで卵を作るんでしたらだいたい5、6個まとめてお鍋で作りませんか。しかも一度作ったゆで卵はですね、あのひびが入っていない限りは安心ですから、冷蔵庫でだいたい3、4日持つと言われてますので、まあ、なるべくね早く食べきる方がいいんですけれども、保存もできるし一度に作り置きもできますし持ち運びも OK ということで、私も時々お昼ないし、まあ、夜とか朝とかですね作っておいてもうパパッと使うことってあるんですよね。それだけ卵料理の中でも一番効率がよくって痩せる効果があるのはゆで卵になるんですよ。それではここから最後の項目3つ目ですね。では一体そのゆで卵をどのように食べればダイエット効果が上がってあなたは美味しく食べながら痩せることができるのかというポイントをお伝えしていきますね。まず一つ目です。いつもあなたが召し上がっているおやつをこのゆで卵に置き換えましょうということなんですね。例えば普段もどうしても甘いものが食べたいとかね、ポテチとかいろいろあると思うんですけれども、食べたくなったらですねもうさっとゆで卵を手に取っていただいて軽くね良いお塩を振りかけていただくと、やはり塩分、良質な塩分っていうのもダイエットにはとても大事になってきますから、私はですねあの岩塩をあのおろし器でこうちょっと軽く吸って、もうほんとパウダー状になるんですよ。このお塩がもうとっても美味しくって、でもういる分だけですねもうすれば良いので、その都度こう
ゴリゴリゴリっと吸ってですね、ちょっと卵につけていただくんですけど、めちゃくちゃ美味しいんです。で、私今岩塩は3種類持ってまして、別動画でも痩せるお塩ということでですね、この岩塩ご紹介してますから、ぜひあなたもご興味おありでしたらダイエットにお役立ていただきたいので、そちらの動画もご覧くださいね。クリスタルとブラックと、ピンクとこのレッドとですね、この3種類ある岩塩もおすすめなんですね。結局普段食べてるおやつってですね、やはり太りますよね。甘いものであったり小麦系であったり、もしくはその脂っこいものとかですよ、そういったのをやっぱり食べてしまわれると、腸内環境が汚れる、ホルモンバランスも崩れる、もうますます太ってしまうわけですよね。でも分かってるけどやめられないっていうあなたは、もう今すぐこのゆで卵に置き換えていきましょうね。私もおやつに卵をいただくことよくあるんですよ。お食事にもなるし、おやつにもなりますからね。で、昔はですね、少し前まではコレステロールを気にする方というのがですね、卵はやっぱり1日1個までですよって、ね、よく言われてたんですけれども、現在はですね、今はそのコレステロール値とその卵の関係性はね、気にしなくていいですよっていうのも証明されていますから、そこまで気にしなくてもいいんですよね。ただやはりダイエットの観点から言いますと、何でもそうですけどね、食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーですから、やはり私は1日卵は1個でいいかなって思います。ゆで卵は1個おやつに置き換えても良いですよ。もしくはこちら2つ目です。1日に最低1個から、そうですね、もうどんなに多くても2つまでです、を主食の前にこのゆで卵を食べちゃいましょうっていう方法なんですね。これには3つのメリットがあるんですね。1つはその主食、例えばお米とかパンとかですね、そういった血糖値を急上昇させるものを召し上がる前にこのゆで卵を召し上がっていただきますと、その急上昇する血糖値、要は脂肪を溜め込む期間ですよね、この時間帯のこの幅をぐーっとね、卵が下げてくれるんですよね。結果脂肪を溜め込まずに済むわけです。このように血糖値を上げる食べ物の前にも卵をしっかりよく噛んで召し上がっていただくことで、その急激な急上昇を落とすことができる効果があるんですよということ。そして2つ目は、もう何と言っても良質なタンパク質の塊ですよね。このタンパク質がね、とても痩せるためには必要なんですね。なぜかというと、筋肉や内臓の元になるわけですから、もうこれがないとですね、代謝がどんどん落ちてしまって、もう臓器も元気にならずですね、どんどんやっぱり太る体質になってしまうんですよね。なので、この卵を食べることで、そのタンパク質もしっかり取れますよということなんです。そして、あとはですね、その満腹感が得られるんですよね。なぜかというと、その卵を主食の前に食べることで血糖値の急上昇も抑えつつですね、そのよく噛んで召し上がることで、すでにもう満腹中枢を刺激することができるんですね。でゆで卵ってやっぱり一番卵料理の中でもこう歯ごたえがあってね、固めだと思うんですよね。そこをしっかりとよく噛んでください。そうしないとちょっと他の卵料理と違って、ゆで卵というのはやっぱりちょっと胃腸にね、ちょっと消化の負担もかけやすい食べ物ですから、もうここでしっかりと腸に負担をかけないようによくよく噛んでくださると、腸も元気になる、そして満腹感も得られやすいということで、もうここで一石三鳥もありますから、ぜひあなたもこの卵の食べ方で美味しく食べながら痩せていただきたいなと思うんですね。でただこの卵ダイエットですね、もうこんなにメリットあるんですけれども、じゃあ卵ばっかり食べて痩せようっていうのはNG なんですよ。ここでね、ちょっと別のお話あるんですけれども、そのばっかり食べっていう意味でですね、世の中いろんなダイエット方法あって、例えばキャベツはキャベツばっかりとか、もやしばっかりとか、リンゴばっかりとかあると思うんですけれども、やっぱりばっかりっていうのはね、そもそも栄養バランスが悪いですよね。その点卵はいいんですけれども、それでもこんなパーフェクトの卵でもやっぱり足りない栄養ってあるんですよね。それはビタミン C であったり食物繊維だったりで、この食物繊維があなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌になるわけですから、やっぱりね、どんどん餌を与えてあげないと育ってくれないわけなんですよね。そうするといかがですか？卵ばっかり食べていても、その大事な食物繊維が取れませんよね。私このばっかり食べて思い出したことがあるんですけど、私3つ下の弟が1人いるんですよね。で彼がですね、大学生の時にサークルの仲間たちと、そうだって肉食べようってなったらしいんですよ。肉
で、その名もミートフェスタっていうそのイベントを立ち上げてですね、何をするかって聞いたら、とにかく肉しか食べないんだって言うんですよ。もうありとあらゆる種の肉を買ってきて焼いて食べたって言うんですよね。じゃあ野菜とかお米はって聞いたら、その野菜だとそのレタスのようなこの薄っぺらい代わりに、あの豚肉の細切れをこうね、薄い肉買ってきてそれを野菜に見立て、じゃあお米はって聞いたらあのひき肉ありますよね、それをこう炒めてもうバラバラにして、そのそぼろみたいなこうミンチ状にしてですね、それをお米の代わりとしてミンチ米みたいなお茶碗にそのミンチのパサパサしたのをですね、ボラボラっと入れてそのご飯に見立てて食べるんだってあの話してくれたんですよ。ですごいことするなと思って聞いてたら、やっぱり最初はそんな普段ね、学生の皆さんってそんなお肉お肉って食べれないじゃないですか。一生懸命節約したりバイトしたりして贅沢してない方も多いと思うんですけれども、肉だと思ってね、最初はやっぱり美味しく食べてたって言うんですよね。うまいうまいとか言って、でももう途中からもうあまりにもそのね、いかがですか、想像してみてください、お肉だけなんですよ、しかもいろんな種類のお米すらこあ肉みたいな、そんな状態で食べてると、やっぱりもう途中からもうちょっとね、無理ってやっぱりなったって。そうですよね、肉の旨味と油ですよ、それがずっと入るわけですから、うっぶーですよね。もうその話聞いても爆笑したね、あの経験があるんですけれども、どうだったな。なのでお肉だって栄養価が高くってね、食べ方によってはいいんですけれども、でもやっぱりそればっかりって良くないですよね。もうまずは腸内環境が乱れてしまいますから、あなたもそのばっか食べね、こればっかりあればっかりっていうのは一番良くないんですよってことを、この動画を通じてお伝えしたかったので、ぜひご参考にしてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活動法をあなたにお伝えしておりました。そして別動画でもたくさん腸内環境に良い食べ物や方法をお伝えしておりますので、ぜひ他の動画もご参考にされていただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。